現場監督のこれからの働き方。さあやってまいりました、建設業を持ち上げる TV ということで、今回もライズプランの武田がお送りさせていただきます。今回のお話はというと、現場監督のこれからの働き方っていうものについて少しだけお話ししてみたいなというふうに思います。まあね、世の中はねコロナと言っておりますが、まあコロナ時代で、いろんな常識みたいなものが崩れてきております。そして、価値観、皆さんの価値観っていうものもね、自粛の中で、少しずつ変わってきてると思うんですよ。で、まあそんな時代のことをね、ウィズコロナって言ってみたり、じゃあそれが終わった後アフターコロナはどうなるのみたいな話っていうのは結構いろんなところでされてはおりますが、この建設業の働き方って変わっていくんでしょうかっていうふうに、思われる方も多いと思うんです。なので今回はそんな働き方のお話を少しだけ触れさせていただきたいんですよ。で、まあ、前段でねお話しさせていただきたいのは、メンバーシップ型の働き方っていうもの、そしてジョブ型の働き方っていうものがあるんですよっていうのって聞いたことありますか？まずはその辺の説明をさせていただいて、じゃあその上でね、未来の、まあ、近未来のかな、建設業、まあ、現場監督っていうのはどういうふうな働き方になっていくんですかっていうようなお話をさせていただきます。まあ、現場監督の働き方の改革というものが、ね、少しもしかしたら見えてくるんじゃないかなっていうふうに、思いたいと思わせられるような配信をさせていただきますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。はい、それでは、建設業のというか、まあ、普通の働き方には2種類ありますよというお話から進めていきましょう。まずはメンバーシップ型と、ジョブ型というものがありますというお話なんですが、メンバーシップ型の働き方っていうのはどういうものなのかというとですね、まずは人を採用します。で、採用した人間に対して、じゃあお前はこの仕事をやれ、お前はこの仕事をやれというふうに採用してから仕事を割り振っていくというような働き方のことをメンバーシップ型の働き方というふうに言います。日本というのは昔からこの、働き方が主流になっておりまして、仕事っていうのが明確に決まってるわけじゃないんですよ。なんとなくこう、イメージあるでしょうか。とりあえず、会社に配属されて、人事部に行きたかったのに、広報部に行かされてしまったみたいな話って、まあ、ドラマだとかでもよく聞きますよね。あれはまさにメンバーシップ型の働き方っていうことになるんですよ。で、仕事が、もともと自分はこれをやりたかったからといってそれができるわけじゃなく、仕事も会社全体の中でね、戦力が不足しているところに充当していくみたいなやり方になるので、会社に入社すると、仕事に入社するのではなく会社に入社して、そこから会社のために働いていこうぜというような、まあ、一致団結するような、働き方のことをメンバーシップ型の、雇用関係、まあ、働き方というふうに言うんです。じゃあジョブ型って何っていう話なんですが、話す仕事の仕方は全然違ってですね、仕事に対して人を割り振る。先ほどのメンバーシップ型というのは、人が先にあって、採用して、そこから仕事をお前どこやれっていう風になっていくんですが、こういう仕事があります。できる人いますか？っていうところで、その仕事に対して人をね、集めてくるような、働き方を、ジョブ型雇用っていうふうに言うんですよ。で、当然、できる仕事ありませんかというところで人を集めるので、そもそもここが専門的に、まあ、特化した人間ですよと。なので、自分できますって言っているので、仕事としてはね、育てていくみたいなものが必要ないですよね。なんならもう育った人たちに対して、仕事を振っていくことになりますので、非常に、専門性が高いというかね、成長の早い仕事形式になっていくんですよ。非常に仕事は限定的なんです。だけど専門性の高いスキルを持っている人たちばかりが集まっているので、じゃああなたこっちやってくださいって言っても、いやいやそれは自分の専門外ですっていうふうに、割り切ることができるような働き方になります。これが、ジョブ型、要は一つの仕事を成し得るために、セクションをねバラバラに分解して、これは誰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 っていうふうに、それぞれのスペシャリストを集めて仕事を作っていくっていうのが、ジョブ型雇用ということになるんです。
まあ、日本っていうのは先ほど言った通りメンバーシップ型が多かったんですよ。まあ、会社というのは家族ですというような形式で、まあ、できない人もいたりできる人もいるでしょう。それを、全員バランスをとって仲良くやっていきましょうね、同じ釜の飯を食っていきましょうねっていうのが、メンバーシップ日本型の雇用だったのに対して、欧米諸国は古くからですねジョブ型、仕事ができるならお金払いますっていうような形式を取ってきたんですよ。そして今現在、そのメンバーシップ型の雇用っていうのはちょっとイマイチじゃない。要は、仕事ができない人のために自分が働いた、利益だとかを全部食い潰されてるのって理不尽じゃないかっていうような流れが出てきてまして、結果今ジョブ型雇用に少しずつまあスイッチしていっているというのが、今のね世の中の流れということなんですよ。まあ、これはコロナ前からも始まっていたんですが、このコロナ禍によってリモートワークできるできない、実は何もやってなかった人っていうのがまあ露呈されてしまった結果、ジョブ型に切り替えた方が生産性高いんじゃないのというふうに言われ始めて、まあ確かにねという人が増えてきたというところなんですよ。このね、専門性が重要になるという、流れというのは基本的には止めることはできません。世の中はそういう流れにも、スイッチしていっておりますので、まあ、スキルがない人間というのは淘汰されてしまうんだよなというところになるんですよ。っていう話をしたときに、ん?って思うことが少しあったんです。ということから、次の話に進めていきましょう。はい、メンバーシップ型とジョブ型の働き方があるというふうに言いましたね。で、そこの話を、まあ、勉強していくうちにね、ん?って思う節があったんですよ。それは何かというと、あれ?建設業って、もともとジョブ型じゃない?っていうふうに思ったんです。例えば、工種ごとにね、鉄筋を組むのは鉄筋屋さんに、片奥を組むのは片奥屋さんに、クロスはクロス屋さんに、ボードはボード屋さんにっていう風にして、そもそも、工事ごとに会社を振り分けているじゃないですか。板金は、じゃあ屋根は板金屋さんだとかね。そういう風に、そもそも建設業っていうのは、その能力、スキルに特化した会社っていうのが乱立されていて、そこに対して仕事を割り当てていくというのが、基本的な建設業の、まあ、建物を作る、道路を作る、みたいなもののね、根本な働き方になるじゃないですか。あれ?それってジョブ型だよねっていうことなんですよ。つまりは今、周りの業界はね、これからジョブ型にスイッチしていかなきゃいけないんだよねって言っている中、実は建設業というのは一つも二つも先取りして昔からジョブ型雇用というものを、率先してやっていた近未来的働き方なのかもしれないっていうことなんですよ。じゃあその細かい仕事の割り当てっていうのは誰がやってるんですかっていう話になると、それは現場監督なんです。現場監督が、例えばね、クロスはクロス屋さんに、ボードはボード屋さんにって割り当てたり、まあ、軽量は軽量屋さんにって割り当てたりね、例えば軽量とボードは同じ会社にお願いしてしまえっていう風に投げてみたりだとかっていう風なことをするのも、結局誰が割り当ててるのっていうと、現場監督が割り当てることになるんです。つまりは、仕事の、配分だとか、大きさだとかね、そういうものをコントロールしてるのは基本的には現場監督の、まあ、指揮下にあるんだよということなんです。じゃあ、まあ、それをね、結局は自分がやるのか、それとも相手にやらせた方が専門的で良いのかっていうのも自分で決めれますし、どの人にどのぐらいの仕事量を振り分けるのかも自分で全部決めることができる。つまり、現場監督が全てを決めているはずなんです。じゃあ、ここで考えてみようということで、現場監督の仕事っていうのはそもそも物量が多いというふうに言われてます。だから、ブラックな業界だとかっていう風に言われることが多いんですが、でもそもそもですよ、建設業というこのね業界を作ってる仕事を振り分けてるのは誰って言いました。僕、現場監督って言いましたよね。つまり現場監督がブラックである理由っていうのは誰が生み出してると思いますかっていうところを少しだけ考えていければ、もしかしたらブラック脱却の糸口になってくるんじゃないかなというのが、今日のお話です。それでは本質の核心の部分に次に迫っていきます。はい、それでは核心の方に迫っていきますが、まあ、核心っていうほどのものかどうかは分からないんですけど、まずはね、現場監督の仕事っていうもの、最終着地地点は何っていうと、
それは明確に決まってますよね。いつまでにいくらの金額の中で、どういうものを作っていきますっていう目標っていうのは、誰がどう考えたって、変わりようのない事実として存在してるわけですよ。だけどその業務内容って決まってますかって言われると決まってないんです。要は誰が何をやるのかっていうのはその現場監督の采配で決まっていくってことです。どんなにでかい建物だったとしても一人でやれっていうことになれば、まあ、できるんであればですよ、ね、一人でやることだって可能だし、それを100人に分散してやらせることだって可能ですよねっていうのが現場監督の仕事ぶりということになるんですよ。要は、工事にとってみると振り分けはいつもやっていくが、現場監督が自分の中でこれは僕らがやらなければいけないんだっていうふうに思っているその常識ですら、部下が10人いたら10人に振り分けるわけですよ。でもこれってね、ジョブ型ですよねっていうふうに捉えることができると、もう少しアップデートできるんじゃないかなっていうふうに考えるんです。今までの現場監督っていうのは、ある程度、オールマイティに、例えば関さんもある程度できなきゃいけない、セッションもできなければいけない、打ち合わせもうまくなきゃいけない、図面も描けなければいけない、現場もうまくまとめなければいけないみたいな、すべてができて初めて、まあ、上に上がっていけるというかね、現場を運営することができるっていうのはオールマイティな現場監督を目指してきたわけです。ですが世の中は、ジョブ型雇用に切り替わって、どんどんとねスペシャリストにお願いするということに特化してきてるわけですよ。で、じゃあ現場監督の仕事はこのぐらいあるからこれは俺らがやらなきゃいけないんだって決めたのは誰でしたっけ、それはあなたたちなんですということに気づけば、自分たちの仕事すら自分たちでやる必要はないんじゃないのというふうに割り切っていくことができませんかというところ、ここがブラック打開の、もしかしたら糸口になるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんです。例えば、世の中には施工図屋さんっていうのはありますよね。だとしたら施工図は外注、つまりは分業することができるわけです。施工図のスペシャリストに仕事をお願いするっていうのはつまりはジョブ型雇用ですよねと。で、一生懸命ね、若手社員に対して施工図の書き方を教えますっていうふうにやってる会社もいるかもしれませんが、でも外注があるならそこは使っていきましょうよっていうのが、まあ少なくともね仕事の物量を減らす作戦になりますよね。関さんは、他に任せましょうよ、他の事務だとかは、まあ、なんか在宅ワークとかの人にやってもらいましょうよっていうふうに、どん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 自分の仕事というもの、現場監督の今仕事だと思われていた、その常識だと思っていた部分についてもどん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 切り分けて、自分から切り離していくっていうことを、少しでも、まあ、仕事量をね減らす目的として、どんどん外注にスペシャリストに任していくっていうことができるようになれば、少なくとも現場監督の、今の手持ちの仕事っていうのは減っていきますよね。安全書類っていうのは、果たして僕らがやらなければいけないものなのかどうなのか、まあ、結論としてやらなければいけないとなるなら残せばいいんですけども、よく考えたら墨出しは自分らでやらなくても墨出し屋さんがいるんですよねと。だったらそれはもう任せた方がいいんじゃないですかというふうに割り切っていくことによって、どんどんとね労働環境、労働時間というものをね、ホワイト化していくことがまずはできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、2024年には、少なくとも建設業界というのは残業を基本ゼロにしなきゃいけないよという方向で向かうわけですよ。土日も休まなきゃいけないよっていうことで向かっていくわけですよ。でもそんなの現実的じゃないよねって言ってる人も多くいるんですが、それを現実的にするためには少なくとも今の物量を減らさなければいけないんです。人を投入したい、でもそんな人いないよねってなるからこそ、スペシャリストにお金を払うことによって解決していきましょうというのが、まずはね少なくともその辺の糸口になってくるんじゃないかなというふうに思うんです。せっかくね建設業界自体は昔からジョブ型という近未来的な働き方をしてきたわけですから、じゃあ現場監督の今ある仕事というものもどんどんね切り分けることによってジョブ型にスイッチしていくという、その考え方、その働き方というのがこれからのスタンダードを作っていくんじゃないかなと。これが、僕らの未来なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんです。で、切り分けた先が本質的に僕らがやらなければいけない、現場監督が絶対にやらなきゃいけないことだけは残して、それ以外の部分は AI に任せてしまいましょう、ロボットに任せてしまいましょうっていう時代は来るかもしれませんが、少なくともこの本質の部分だけは僕らが担わなければいけないところだと思いますから、そういう未来を見据えて一歩動き出してみてほしいなっていうのが、今回の僕のお話でした。ぜひ参考にしてみていただければなと思います。
はい、ということで、建設業、まあ、県と現場監督のね、近未来的な、まあ、将来のね、働き方ということでお話をさせていただきました。まあ、いろんなところにも通ずる話ですし、建設業はね、今、ガラパゴス化っていうふうにどんどん言われてる、取り残された業界とも言われてますので、少しでもこのテイストを取りに行って、うん、分業してね、まあ、ホワイトな方向に進めていただければ、若手も入りやすい環境を作れんじゃないかなっていうふうに思って、今回お話をさせていただきました。このようにね、建設業界、まあ、中小建設業にとって、まあ、役に立つような、お配信をどんどんとしていっておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をしてまた次回お待ちいただければと思います。また、いいねボタンだったり、コメントとかも書いていただけますと、ありがたいなというふうに思います。まあ、そんな僕はですね、まあ、今現場をね実際に運営をしながらということで現場監督業もやっております。そして、まあ、いろんなね全国の会社とオンラインでつなぎながら、新人教育だったり、社内研修みたいなこと、まあ、講義とかね、講師みたいなことも活動としてやっております。まあ、その傍らデジタル化のサポートみたいなね事業もやっていっておりますので、まあ、気になる方は現場ラボというふうに検索していただいて僕のサイトの方に遊びに来てもらえればなというふうに思ったりします。はい、それでは今回の動画につきましては今回の配信につきましては以上になります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご安全に。